はい、どうも、こっち、今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、特に進まなかったかな。特に進まなくて、一旦終わって、じゃあ、ともえさんを証人として最後の勝負をしようみたいになって、で、ともえさんと話したわけ。で、確か、なんだっけな、これの最後の、いや、これのツボがさ、言ったら、なんだっけな、あかね、これじゃないか。とりあえずなんか、ここだけおかしいじゃんってなるじゃん。ここだけやたら濃いわけよ。血の色がさ。で、このピースどこであったのっつってさ、まあ、局長室の金庫にあったんですよっていうことを言ったら、ともえさんは、え?みたいな反応して、まあ、そこからだよな。やはりともえさんは知らなかった。やっていこう。ここに一つ不思議なことがあるんです。そのかけらにだけはっきり血の跡が残っていたのです。しかし、先ほどの証人は断言しましたぞ。かけらは一つ残らず集めて血を拭き取ったと。だからこそ一つの答えが見えてくる。つまりあの晩、最初に現場を発見したのは宝月巴さんではなかった。そう、ガント局長だったのです。来たね。ですが、被告人がかけらを見ようと。いいぞ、頑張れ。なるほど。このかけらは一つ一つがかなり大きい。見落とすなど考えられません。まあね、しかもなんならあれなんだよね、このはっきり血がついてるところって一番でかいんだよ、パーツ的に言えば。確か私などはその。守るね、裁判長。裁判官守るね、ガント局長。まあ権力だもんな。忘れだろうか、裁判長。この証人が現場に行った時、壺はすでに割れていた。ああ。割れた壺に名前を書き残せるわけがない。つまり証人よりも先に現場を発見した人物がいるのだ。ですが。見苦しいぞ、裁判官。守んなよ。ガント局長が罪を、ま、なんていうの?罪かぶったら、めんどくさいことになるってことをさ、裁判官、守らなくていいよ。それならばなぜ2年間も黙っていたのですか?それはな。さあ、どうなんですか、裁判長。申しません。裁判官がまさかの?裁判官が、心ならずも裁かれる立場を味わってしまいました。ガント外事はあの日、証人より一足先に現場に現れた。そして自ら壺を割り、かけらの一つを故意に隠した。あ、そっか、もともとダイイングメッセージを壺に書いたけど、それが答えになって、どういうことだ?なんで割ったんだ?さて、この行為を何と呼ぶか。証拠隠滅ですか、御剣さん。ちょっと違う。捏造、そして隠蔽。しかし、一体なぜ監督局長はそんなことを。まあ確かにな、茜って書いた壺を割る必要ないもんな、別に。それはその後の展開を見れば明らかなのではないだろうか。その後の展開。現場を発見した被告人はそれが妹の犯行だと考えた。彼女はガント局長に助けを求めた。妹を助けたい一心で。ガントは彼女に協力して青影に対する証拠を作り上げた。そして宝月茜は救われた。そう、これは全てあなたを言いなりに動かすための計画だったのだ。ああ、血が出てるよ。そんな、私は一人で。姉ちゃん、もう局長さんをかばうのはやめて。私のせいでこれ以上お姉ちゃんが苦しむのを見たくないよ。違う。あなただけじゃ、あなたじゃない。あなたは誰も殺してないの。お前の声忘れたわ。 弁護士の言うことなんて信じてはダメ。依頼人のためならば平気でハレンチな嘘をつく連中なのよ。ハレンチ?依頼人本人に言われたぞ。なんだか急にあなたがハレンチに見えてきました。もうエロじじいがよ。いい加減にしろよ。 急な、
ちょっと待てよ。もしかしたらまだ僕たちは罠の中にいるのかもしれない。どうかしましたか、弁護人。巴さんが正しかったのかもしれません。どういうことだ、なるほど。やっぱりハレンチなんですか、なるほどさん。巴さん、もう一度証言してください。え？あなたの知らないところで捏造があったのならば、左衛門直人の命を奪ったのは、ほおずきあかねである。それ自体がまやかしだった可能性があります。でも私、確かに突き飛ばしたような記憶が。でもこれでさ、ガンド局長がさ、あかねちゃんに なすりつけたっていうことが分かったらさ、巴さんも味方になりそうじゃん。巴さん、お願いします。でもやっぱり私は。今は恐れるべきではない。はっ、尋問の結果はやはり何も変わらないかもしれない。しかし可能性はある。あなたが真実を語れば。わかりました、証言させてください。私の見たことをそのまま。それでは最後にもう一度証言お願いしましょう。結構やっぱ最終章もしっかりしてんね。なんかさ、ちょうどなパート10個から20個ぐらい前にさ、この章に入ったわけなんだけど、その時なんかもうすぐ終わんのかな、番外編かなと思ったけど、ちゃんと第5章だな。現場では左衛門検事の死体が鎧の剣に刺さっていました。そしてその横に茜と青影が気絶して倒れていた。あの状況を見て私、あの子が殺した、そう思ったんです。だから妹に結びつきそうな証拠は全て消し去りました。ガント局長に手伝っていただいて、死体を剣から抜いて運んで。でも全てが捏造ならば、妹は無実かもしれないのですね。へへへ、妹大好きだなお前。信じられない光景です、死体が鎧の剣に。残念だ。それを見たのはあなただけ。何か証拠でもあれば。実はあるのです、証拠ならば。今朝こっそりお渡ししました、なるほど弁護士に。え、僕ですか。2年前のあの日、私が撮影した現場写真です。もしかしたら必要になるかもしれないと思って。でもそんなもの受け取った覚えは。お姉ちゃん予想していたんだと思います。なるほどさんの力を信じていたから。巴さんから写真なんて受け取った覚えはない。お姉ちゃん今朝渡したって言ってましたよね。今朝か、確かに何かもらったような証拠品しかもらってなくない多分。その証拠品もう一度よく調べてみましょうよ。きっとどっかに写真があるはずです。これじゃない普通に。あ、じゃこの視点見えなかったんだ。あ、あるある。あれ、これか。あれ違う。あれ、あ、なんかあるよ。あ、お姉ちゃんやるね。こんなところに写真が。黒っ。ひどい。これが本当の殺人現場。この光景を実際に、あ、この光景を実際に見た捜査官は存在しません。すべて細工をしてから刑事課に連絡を入れましたから。あ、なるほどさん、あの胸の切り抜かれた部分、もしかしてガント局長の金庫で見つけたあの布切れか。あ、あれか。なんだこれ。もうこれ、あかねちゃん指紋だったんだよな。これって手の跡ですよね。あ、いや。まあでも手の跡だからな。別にガントさんが手引っ張ってきてつけることもできるからな。
鼻の切れ確か指紋がついていましたよね。あ、でもあかねちゃんに言ってないのか。その指紋の主こそがきっと犯人ですよ。なんてことだ。あの布切れの指紋は、あかねちゃん、君のものなんだよ。どうしたんですか？唇紫色ですよ。そんなことある？あの、プールから上がった後にしか、長時間プールに入った後しか怒らないと言われてるあの唇紫色？こんな状況で？こんな短時間で？とにかく全ては尋問で明らかになるだろう。あなたが真実を述べていれば真犯人をいぶり出せる。尋問お願いします。はい、とりあえず揺さぶっていこうか。現場ではダイヤモンド形状したいが。何？何よ、来んなよ。いい加減にしてくれないかな。こんな裁判さ、聞いたことがないよ。監督局長。何、僕を悪者に仕立て上げようってわけかな。それはちょっと僕にも言わせてもらいたいな。なんだこいつ、帰れよお前。引っ込んでいてもらおうか。なんだって。あなたはこの審理における証言をすべて既に拒否している。逆に言えば、あらゆる発言の権利を自ら捨てたのだよ。そうだな、確かに。発言拒否の危険、こういうことだったのか。まあ、ゆっくり座って黙って聞いていただいていただこうか。ご自分の首にかかったロープがゆっくり締まっていく音。なんてね。それで何、追い詰めたつもり、僕をさ。残念だけどね、そうはいかないんだよ。だって僕、発言する必要なんてないから。どういうことだろうか。証拠品さ。発言はできなくても証拠品を提示することはできる。これはそうですが、ああ、まさかガント局長。はたまだ何か決定的な証拠品を。持ってないよ、僕自身は。今はもう。はた自身は。でもね、なるほどちゃんさ。あれか、指紋か。はっ。さっきからなんで黙ってるのかな。君さ、確か持ってるはずだよね。ナオトちゃんを突き飛ばしたのが一体誰なのか。あ、それを見越してわざわざつけたんだ。自分を守るために お札さんかな。無理やりアカネちゃんに手引っ張ってきて。はっきり立証している決定的な証拠をさ。そうなんですか弁護人。今あれを提出すれば間違いなく、ザイモン賢治を殺害したのはホオズキアカネということになる。証拠品があるのならば提出を命じます。不当に隠そうとした場合、重罪に問われることになりますぞ。どうする。ここは最も重要なポイントだ。ミスは許されない。僕はあの証拠品を提示するべきなのか。ザイモン直人賢治を殺害した真犯人を示す証拠品、一回セーブしていいですか。ちょっと一回セーブするわ。はい、セーブした。いやでもさ、もうここ提示するしかなくない？だってまあどう巻き返すかだと思うんだよな、結局。まあ付着してるのは事実だもんな。どうしよう。いやでも提示しないとダメじゃない？だってこんだけ追い詰められてさ、わけわかんの提出してもさ、これはでも、やべえな、どうしよっか。でも提出しないと済まねえよな、こんなの。
真犯人を示す証拠品。いやーでも、あかねちゃんの指紋つけだっつってもさ、ワンチャン巻き返せる気もすんだよな。なんかうまい感じさ、言いくるめてさ。どうすんだろうな。いやー、提示できないっつってもな、バレるよな。もう提示するし、提示してみろ、とりあえずじゃあ。わかりました。証拠品を提出します。いよいよあれの出番ですね。もしかしたら、あの指紋局長さんのものかもしれないですよ。いやー、失敗するくせえけどな、こっから巻き返せる気持ちがないもん。革の衣服の一部ですかな。おそらく被害者の胸から切り取られたものです。なんだこれは。はっきりと手の跡が残っているではないか。突き飛ばした時に付着した、そう考えるべきだよね。当然調べたよね。なるほどちゃん。なるほどくん。どうすんの、なるほどくん。ほおずきあかねさんです。へ、あ、私、やっぱり私だったの。ね。あったでしょ、決定的な証拠がさ。しかし、これはあなたの金庫の中にあった。あなたの捏造である可能性が。何それ。僕の金庫にそんな抜け毛が入っていたって。そんなのこの僕が認めるわけないじゃない。でも、おしまいだ。なるほど、ここまで来て残念だが。はっ。停止すべきではなかった。はーい、というわけで、はい、というわけで帰ってきました。いや、なんてなんかね、悪い目見たよな。本当にあんなの選ぶわけないんだよ。提示するなんか、バカなこと考えたらするわけないもん。あんなバカじゃないわ。現時点で提出できる証拠はありません。バカな、ふざけるな。監督局長、お前僕の銀行開け、あ、そこで言わせるんだ。そうだな、僕の銀行開けたじゃないか。あの中に入っていたはずだ。決定的な証拠が。何のことでしょう。なるほどさん、どうして。私たち見つけたじゃないですか。そうか、わかった。お前知ってるんだな、あの指紋の意味を。だから提出しないわけか。ガント局長、一体何のことだ。聞くまでもないだろう。この現場写真よく見てみなよ。被害者のジャンパー、その胸の部分をさ、どうやら切り取られているようですが。もしやこれはあなたの仕業なのか。まさか、それこそ不正捜査ではないですか。警察局長がそんな大スキャンダルですぞ。あ、そっか、ガンツ局長が自ら切ったってことが問題なのか。やれやれ、正直なところここまでやるとは思わなかったよ。でも、さすがにね、殺人犯にされちゃたまらないでしょ。いいかな、話してあげちゃおうか、全部。なんということでしょう、あなたが認めるとは。
確かに僕はあの日最初に現場を発見したんだよ。そしてあの状況を利用して彼女を操るシナリオを考えたんだ。やっぱりあんたがお姉ちゃんを。あの時僕には確信があったよ。そこの妹ちゃんに疑いがかかるようにしておけば、現場を見つけた宝月智代は必ず僕に相談してくるって。それであなたは宝月智代に協力したわけか。彼女に指示して全ての証拠を作り変えたんだ。ナイフの刃を埋め込んだり死体を移動させたり。その証拠を使ってこの私は青掛城の有罪を立証したのか。でもね、あの工作をした時僕二つだけ証拠品を隠しておいたんだよ。智恵ちゃんが現場に現れる前にね。二つの証拠品、それがあの金庫の中身ですね。なぜそのようなことを。決まってるでしょ、保険だよ。保険。計画には自信があったけど、万が一ということがあるよね。いざとなって妹ちゃんの罪を着せられちゃたまんないから。密造しながらそこまで考えていたんですか。誰だと思ってるのかな、警察局長にまでなった男よ。ほら、この壺のかけら。あ、本当だ。茜という文字の一番目立つ部分を隠しておいたわけ。まさか彼女が血を拭き取っちゃうなんて思わなかった。とは思わなかったけどね。しかし全てが証人の捏造であるのあるならば、この壺の文字も本物の手がかりとは限らない。やだね、そうやって何でも人のせいにするやつ。そんなのもいると思ってさ、もう一つの保険があるの。それが切り取られた布切れかな。そういうわけね。もういいからさ、提出しちゃいな。なるほどちゃん、なるほどちゃん、出しちゃいましょうよ。ガント局長、あなたは認めるのですか、ご自分の金庫の中に切り取った布切れを隠していたと。さすがに僕も殺人者にはなりたくないからね。局長の椅子は惜しいけど認めてあげるさ、捏造。そうなんですか。確か先ほどは提出できる証拠はないとはっきり言っていたはずです。ほんとバカだよね、さっさと出せばよかったのに。長い戦いだった。でもここが正念場だ。この一瞬こそが勝負。まだ間違いなくこれで勝ってるはず。いや、またあんの。ちょっと待ってよ、保険かけよ。俺は勝ちに行ってるんでね。勝ちに行ってるんでね。いやー、でもどうなんだろうな。提出できないとしたら何が理由なんだろうな。いやー、でも提出できない、でも提出できないからを提出する。さっき裁判所に言われたじゃん、なんか。さっきは提出できる証拠はないとはっきり言いましたよね、みたいな。そこブレるのって結構問題だと思うんだよね。さっきはないって言ったけど今はあるって言ったらさ、それはそれで問題あると思うんだよ。だからちょ、できないで言ってみていいですか。いや、もう空気悪っ。こんな絶対無理やんって。お前の顔で入ったら無理だよ絶対。あ、それに今あれを提出してしまったら、あの子の指紋。いや、これは弱気だな、失敗くせ。状況よく考えるといい。状況、さっきと今一つだけ。あ、ガンと局長の金庫から出たってことね。さっき失敗したからね。それで食らっちゃったー。危な。三角でよかった。ここで逆転裁判に救われたな。
もう一度だけ確認します。この抜き入れは事件当日、あなた自身がその手で、被害者のベストから切り取ったものなんですね。ああ、そうだともさ。ついに出しちゃったな、それ。この抜き入れ、手形が残っています。裁判長、至急それを鑑識に回していただきたい。革の布地に残ったこの手の跡。かなりの衝撃がなければこんなにはっきり残らない。ということは、この抜きれは捏造の入る余地のない決定的な証拠と断言できる。甘いミスルギちゃん、まだまだ甘いな。なんだろうか。考えてみなよ。なるほどちゃんがどうして今までこいつを提出しようとしなかったのか。そうか、君は知ってるのだな。この抜き入れに付着した指紋の主が誰なのか。そうなんですか、なるほどさん。いや、これは結局意味なくない？これどうするの？なるほど。あ、大丈夫なはずだ。ここまでは予想通り。え、でも正直言うしかないよね、これはな。ほおずきあかねさんですか？私、ごめん、あかねちゃん。なるほどさん、どうして、投資まで教えてくれなかったんですか？大丈夫なんか、なるほど。まったく君は傑作だよ、なるほどちゃん。その子がやったってことを知っていたくせにさ、この僕にその罪を押し付けようなんてね。でもさ、切り取ったのお前じゃんって話だもんな。お、なんて人なの、なるほど弁護士。被告人、あなたは指紋のことを知っていた。それなのにさも希望があるようなことを言って。トモエさん、まだなんですよ。え、まだこの法廷は終わっていない。もう本当そうだよね。あかねちゃんが押したってこと分かってたらさ、残した方が得だもんな。あかねちゃん犯人にするには。なぜあかねちゃんが押したっていうか、まあ切った後押させたが俺正解だと思うけどさ、なぜあかねちゃんの指紋をわざわざ取っていたのかってことだよな。必要ないもんね、別にね。もう終わったんだよ、全部。この法廷も君自身の弁護士生命もね。君はこの決定的な証拠品を故意に隠そうとしたよね。それは立派な犯罪なわけ。しかも重罪だ。楽しみだね。判決の後、君を訴えてやるさ。必ずバッジを取り上げてやるよ。かっこいい。この不動、B 動弾してなるほど、かっこいいな。どうしたのかな、黙り込んじゃってさ。ぜひ感想を聞かせてほしいんだけどね。自分の手で可愛い妹ちゃんを殺人者にしたその感想さ。その前に一つだけはっきりさせておきましょうか。なんだよ。もちろん真犯人ですよ、ザイモン直人殺害事件のね。なんですって？ガンズ局長、確かにあなたは正しい。全面的に。こいつは完全に立証している。誰がザイモン直人を殺害したか。だからそれは、ほおずきあかねさんでは。ありえないんですよ。なぜならば、この抜きれは決定的に矛盾しているからです。バカな。矛盾だと？この男、今さら何を言い出すんだ。矛盾です。そしてそれこそが間違いなく真犯人を指し示している。
え、あかねちゃん左利き？ねえ、あかねちゃん、このドキリが一体何と矛盾してるんですか？ガント局長、これがとどめの一撃だ。あ、でもさ、血ついてないのおかしいか？手形のところに。普通に考えたら。あかねさん、違う名前間違えた。じゃあやり直させて。小森さん、あなたは一枚の写真をくれました。この証拠法入門に挟んで、この写真がもしかしたらあかねちゃんを守ることになるかもしれません。そう、決してこれは僕じゃなく、ともえさん、あなたがあかねちゃんを守ったと言えるでしょう。そう、この写真から察するに血がついていないとおかしいんだよな。これはともえさんが撮影した写真です。よく見てください。被害者ザエモンさんのベストが切り取られた部分、これはさすが見えていますな。血で汚れていてよくわかりませんが、そう、胸元が血で汚れている、当然です。肺を刺されたのでしょう。口から血が流れ出しています。はあ、でもそのの綺麗見せてください。綺麗な色してんね。血がついていない。あちょ、ごめん、一旦切ろうかなごめん、時間いい感じだからここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。